るほどです。はい。さっきのニュースにもありましたドローンがということでね。はい。昨日夕方ぐらいでしたっけ、うん、その前か。もうちょっと前か。はい。ニュースが入ってきて、ええー、と思ったりもしたんですけども、一時の恥なんでも、鑑定団さんからも、ナイスのパパさんからもいただいております。国境なき主婦団さんからも、社長黒電話さんからも、いろいろいただいております。浅見のみっちゃんからもいただいております。東京永田町の首相官邸にという、この方ずっと、あの記事をね、コピペしていただきまして、こういうのもまた私も助かるんです。あ、こういう風なんだって改めて新聞見なくてもこれね書いてあるわけで。あんまりたくさんそればかりも困るんですけど。ああ、まあでもこれちゃんと自分のご意見もその後にと書いていらっしゃいますので、はい、でまあこれはちょっと省かしていただきまして、まあ、参考資料ですね送ってくださいました、うん、ありがとうございます。ね、しかし、しかしもし高性能爆弾を搭載していたりしたらと思うとヒヤッとします。どこでも侵入が容易なドローンに強い規制や侵入防止の対策などを急ぎ整備しないと大変なことが起きるかも分かりません。早い対策をお願いいたします。マグロの定義を知らない旦那さんからも、以前アメリカのホワイトハウスでも同様のことがあったのに、日本政府は人事のように思っていたのか、セキュリティが甘かったですね。便利なものができればそれを悪用するやつが出てくる。本当に困ったものです。ホワイトハウスの場合もありました、はい、ありましたが、あの場合は原因が分かりました、はい、うん、あの職員が趣味で飛ばしていたやつが落っこちた、はい、いうことでしたから、テロとか政治的なメッセージみたいなものはなかった、ね、今回はだからどこから飛んできたのか、うん、誰が飛ばしたのか、そしてなんか微量のセシウムがこう付着してたってところで、うん、ちょっとまた問題は深刻ですよね、はい、ねえ、でもまああのホワイトハウスは別にそういうものではなかったというんですが、ああいうものが侵入してきやすいということは、はい、きっとその後もアメリカもあのいろいろとこう対策をと考えたんでしょうが、はい、日本の場合はあの出来事を見てどう思ったのかというのが気になりますね。そうですね。ドローンに関してはだから聞けばでも3月にニュースのつぼでちらっとこう取り上げてやりました、はい、その時にもやっぱりとても便利なもので、アマゾンなんかがあれ使ってね、あのいろんな荷物をこう配送する計画なんかを立ててるらしいとか、うん、そういうのもご紹介しました。その一方でやっぱりそういったその犯罪に使われるケースが危惧されていることであるとか、あと法整備が何で取り締まるの、交通道路交通法なのか航空法なのか、うん、でこういう犯罪が起こった時にこうどういう犯罪の取り締まりをこう適用したらいいのかとか、うんうん、その辺がまだ何も整っていないってこともちらっと取り上げましたけど、まさにですよね、うん、まあ、新しいものが出てくると法律というのはね、やっぱり法律が現実の後から来るというね、昔からよくありましたやん、テレホンカード、はい、あれなんかでもあれ偽造したいうので、お札やなんか偽造したらそれは罪になりますけども、あの磁石をちょこちょこっと裏の磁石を変えただけ、うん、磁石をちょっと変えたのがどんな犯罪なんやというのはね、うん、いうようなこと、いやこれはもう立派なね、そういうこと、うん、いやそこからまた法律が変わっていったりとか、はい、時代が変わるとね、もう法律が後からついてくるんですよ。ドローンも同じことやと思います。クリオネブルドックさんからもいただいておりますが、放射性物質を運ばせることにメッセージ性がありそうですよね。首相不在ということも、もしかしたら警備が若干手薄になるという時を狙ったのかもというのも、これも私の見てたニュースによりますと、いつからあそこに落ちてたのかというのはわからんらしい、うん、だから首相がいる時に落ちてきたのかもわかりませんし、うん、いなくなった時にだったのかわからないので、これはちょっとその時期によってまた意味合いが違ってきますよね、はい、うん、放射性物質ということで福島原発の関連性を想定してしまいますが、そこが犯人の狙いなんでしょうか。一向に改善の気配すらありませんし、逆に情報隠蔽が問題となったりしていますから、業を煮やしたのかもしれません。あくまでこれ憶測で物を言ってますというメッセージ性というのも、やっぱりこれ大きなね、ニュースの中心ともなっておりました、うん、フェイスマーク D さん、あれはきっと福島第一原発の事故で避難を余儀なくされた人の関係者が被害者を親身に考えていない安倍晋三にセシウムの恐怖を味わわせてやろうとしたんではないでしょうかなと思います、うん、と思うと、うんうん、そういうメッセージがあるかもしれん、はい、分かりませんよ、うん、EDE さん、政府に対して抗議の感じがします。原発再稼働問題や被災地福島の人への対応への協議なんでしょうか。確かにインパクトがありました。今は一気でしたが、デモみたいにたくさん飛んだりする時代も来たりしてという、もううわーとたくさんワグナーかなんかの曲流しながらですねうわーとこう来たらすごいでしょうね、はい、はい、
まあそんなようなことも時代としてあるかもわかりません。坪井食堂小高支店さんからも想像ですが、原発を再稼働を進める政府に抗議、さっきの話ですかね、はい、うん、原発のせいで福島の復興が進まない苛立ちからかもわかりません。なんとか前議ガンダムさんからも、原発稼働 OK を出されたことに対する抗議なんでしょうかとか、これはもうわかりませんね、うん、あのメッセージがあるならもう少し具体的なメッセージじゃないと、ああでもないとか、まあ、僕らそれは考えますけどもね、うん、で、うん、あのそういう人たちの抗議だとし、うん、でもですよ、うん、そんな簡単にセシウムってつけられるものなんですか、うん、まあ私もよくわかりませんけども、福島のああいうとこ行けばどこでもセシウムってあるような気がするんですけども、ない。でも基本的に私たちが今知り得てる話でいくと、そういったものがあるようなところっていうのは立ち入り禁止であったりとか、その時にドローンで取りに行くわけですよ。あ、そこにドワーンと行って降りて、なんかギュッと掴んでガーッと来て、キュッと掴んで、ね、掴んで土とかそういうのマニュピュレーターみたいなものをギュッと掴んでガーッと、そこにものなのかな、ドローンが活躍いうか使われていってできる、はい、でそうやってギュッてやるだけであったりなんかやっぱりするものまあ微量ですから、まあ、ちょこっとぐらいだからね、はい、微量っていうのがどのぐらいのものなのかっていうのもまあよくわかりませんけれどもね。え、下野ひげさん、以前からなぜドローンというのか分かりません。私、ドローンというと、ヤッターマンのドロンボー一味のことを思い出して、ドロンジョ様ね。そう、はい、ドロンボー一味のような、悪い人たちがしたことでしょうか。それからこちら、三河みどりさん、ネーミングがふざけてると思いませんか。忍者がドローンとか、ドローンって何でしょうとか、浦部こそこそさやかさんからも、ところでドローンって一体何でしょうかということなんです。主婦山主婦子さん、英語でね、オスの蜂が飛ぶ時に立てるブーンという音の意味かららしいです。数センチから10メートルを超える大きなものもあって、複数のプロペラで飛行するタイプがあるということです。はい、私も調べてみましたけども、この方が書いてあるようなあのオスの蜂ということらしいんですが、はい、正確に言うとミツバチのオスの蜂らしいです。ミツバチのオスの蜂のこと、うん、オスの蜂のことらしいですね。はいはい、で、さらにそのミツバチのオスの蜂を調べてみたんですけども、うん、なんかドローンのようにこうどこでもバーンと行って機能するような、はい、機動性を持って動くようなイメージがあるじゃないですか、ドローンって。はい、ミツバチのオスの蜂ってね、うん、あの巣の中にね、おって何もはあの働けへんらしいです。あれ働かないの？巣の中の構成は女王蜂、うん、働き蜂、オス蜂らしいです。あ、働き蜂とオス蜂とは違っていて、そのオス蜂の方がドローン。ドローンなんですよ。はい。でもっと別の意味で言うと、ドローンには居候とかノロ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 してるやつとか。そんな意味合いのやつもあるらしくて、ええ、なんであのオスバチのようにブーンと普通の蜂のように飛んでくイメージなんでしょうけれども、うん、ミツバチのオスバチと言われるとあんまりそのイメージ的にね、なんやろうなという気がするんですけどもね。半田の山ちゃんから、まあ、使い方一つで趣味から犯罪まで使えるという模倣犯が心配ですね。うん、ハゲタカカメガイブルテリアさんからいただいておりますが、まあ、国の中枢機関たるものがいとも簡単に侵入を許してしまって、そのセキュリティの低さに唖然としました、ね、こんな危機管理能力の低さで国民を国を守れるだろうか。安保法制もいいんですが、こちらの対策も早急にしてほしいと思います。国を守るっていうのはそういうことですからね。はい、うん、桑名のごまちゃんからもいただいておりますが、便利な道具は悪用されるのも簡単で、いつの時代も常に表裏一体で、まあ、厄介なことですねというのはこれいつも言われることですよね。うん、うん、もう便利なものはいつしか狂気になるというのはもう今まで例を挙げてもね、いくらでも出てくるということ、はい、もし自分の家に落ちてきた時のためにせめて分かりやすいように名前を書くとか識別できるようにしておかないと困ります。ニーチェが兄さんからも、誰のものかすぐ分かるように、小学校で言われているように持ち物にはちゃんと名前を書きましょうという、ドローンには必ず名前を書きましょうというようなね、はい、ね、うん、買った時にちゃんとそういうのがこう
チェックできるようなね、購買システムみたいな、ね。車なんか全部ナンバーついてますからね。そうそうそう、していかないといけないのかなって気もしますね。そうするともうちょっと管理したりなんかして、ちょっとまた高いものにこれからもね、なってくるんでしょうけどもね、おそらく。はい、まだまだこれいっぱい皆さん方からのね、ご意見、びっくりしたなーいうようなね、はい、お便りをいただいておりました。有名なウルトラポークビッツさんからもいただいておりますが、ドローンについて予備知識警告ですけども、今となっても、元は軍事用として開発、そして使用されるドローン、正直もっと規制、法律を厳しくせなあかんのですよ、ということですね。機関銃のついたドローンとかね、爆弾付きドローンとか、そんなんできそうなことですからね。犯罪にね、使おうと思うと、やっぱちょっとね、はい、使えそうってとこからすると。うん、はい。がアホさんからいただいておりますが、ドローンについて福島県民の復讐だとかテロだとか何を根拠に言っているかわからないようなお便りを読むんじゃない、最近誹謗中傷が多すぎる、ヤフートピックスぐらいで得た知識のバカリスナーを持ち上げるような壺芋民度が低すぎる、福島県民に謝りなさいと、この頃お叱りが多いです。もうなんやら、ヤフートピックス、ね、結構便利ですよ、はい、はいはい、あれはね、はい、また、まあ、ということを言っているうちに、はい、時報の時間が近づきました。ユニコン、ニコン、ニコニコ、アピタ、ピアゴ、サークル K、サンクスの電子マネー、ユニコン、ニコ。10時です。お叱りが多いね最近はね、申し訳ありません、なんかね、はい、はい、ま、次行きますよ。はい。言えば言うほど私も落ち込んでまいりますからね。どん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 。はい。墓穴を掘ってまいりますもんですから、先行かしてもらいます。耐震おっぱい A カップさん、もう忍者がいらない時代になりましたですね。